こんにちは、増山玲奈です。今日は8月20日、原発ゼロまであと26日と迫ってきました。今日は山本太郎参議院議員に先日取材した内容について、放送したいと思います。本日明らかになりましたが、最新の情報で福島の子どもたちの中で44人の子が甲状腺がんの疑いがあると言われています。このスピードはとんでもない状況で、チェルノブイリよりも早くひどい。で、早く子どもたちを助けてということで、山本議員に被爆防御について国会の中でどう動くのかということを聞いてきました。ちなみにこの絵は地球が苦しい助けてと叫ぶ赤ちゃんの絵で、温暖化について、イメージして描いたんですが、ちょうど今こんな感じじゃないかなと思います。映画ママの約束、編集進めています。制作費が足りません。ぜひ絵を買って支えてください。こんな立派なパソコンをですね、買いまして、これから本編集に入るところなんですけれども、いや機材代が高い、しんどいということで、手伝っていただけたら嬉しいなと思います。こちらの絵は、7万円ぐらいで販売します。そしてこれはこれは油彩でキャンバスです。これは版画なんですけれども、平和を作る子どもたちの思いを描いた版画です。こちらは、額代込みで6000円を考えています。ぜひ応援してください。というわけで、山本太郎さんの、インタビューにゴー。はい、そうですね、原発ゼロに向けてってことなんですけど、現状政治っていう世界を考えたときに原発ゼロは無理なんですよ。今のままじゃ無理。ただその定期点検とかっていうことで止まったってことでのゼロは実現できるかもしれないけれども、今のままじゃ無理。じゃあこれをどうやったら変えられるか。これ原発だけじゃなくて、もちろん TPP も憲法改悪もで秘密保全法も全部一緒なんです。繋がってるんです。変えられる方法は一つ、政治では無理。じゃあどうやって変えるの。もっとこれ国民運動にしていくぐらいの大きなムーブメントが起きないと無理。じゃあ自分は国会議員として何をやるのか。国会っていうこの政治っていう世界と一般の人たちっていうこの市民の人たちとの距離を縮める。で、自分がやっぱりそういう原発、この例えば原発ゼロにしていくんだっていう動きの先頭を行くつもりで、この市民の皆さんと合流していきながらムーブメントを作っていく、つないでいくっていうことを早急にやらなきゃいけないと思います。だからもちろん原発ゼロになるってことは素晴らしい。何かそれが定期点検になったりそういうもので止まるってことはいいことだけれども、でもそれは根本的な解決にはなってない。だからゼロになってよかったねとは浮かれられない。なぜなら原発止まってるだけで燃料は入ったまま抜き出して冷やせてるわけじゃない。で、福島の東電原発が収束するわけじゃない。だからそういう意味で原発ゼロ、本当の意味での原発ゼロを目指すためには本当に時間がない。一刻も早くこの国民運動的なムーブメントを作って、でその後に選挙につなげていって、例えば村だったり町だったりっていう選挙とかにもつなげていきながら、やっぱ新しい人たちがどんどん変わっていくっていうことをみんなでやっていかなきゃいけない。それを国会議員の立場でやりたい。僕がツアーもやられるんですか。伊方に行こうっていうツアーとか今予定してるところ、ちょうど国会とぶつかるかもしれないから、日程が出てからどこにフィックスするのかってことは決めていくんですけど、でもやっぱり今までやったらただ活動してる人、元芸能人のみたいな扱いだったけど、やっぱりバッジをつけることによって信用を得て、耳を傾けてくれる人たちの数がやっぱ変わってくると思うから、そういうところを利用させてもらえるなら、こうどんどんつなげていくっていうか、知っていってもらうっていうか、いうことをやっていけたらなと。あまりにも国会の中で一人でやれることは小さい。でもやれることはあると思うんです。これチャンスだと思ってるんですよね。前の原発ゼロは去年の子どもの日で20年以上ぶりになって、で今回の原発ゼロはそれから1年4ヶ月ぶりで、ゼロの期間が3ヶ月だけあるんですよね。それもその3ヶ月を4ヶ月にする、5ヶ月にする、とにかくもう私はできたらこれでもうずっとゼロぐらいやらなきゃダメかなと思うんですけど、国民の気持ちがだんだん福島から時間が経って離れていく中で、もう一度引き寄せるっていうこと、このゼロに
に向けて集中してやっていきたいなと思っています。あとごめんなさい、一つ質問って言ったんですけど、すごい気になってることがあって、国会議員になって1ミリシーベルトを守らなきゃいけないっていうのを3から5ミリに緩めたっていうネット上の噂があるんですけど、実際どうなんですか？まあまあ、説明がうまくできてなかった。要は子ども被災者支援法っていうのは僕素晴らしい法律だと思ってないんですよ。子ども被災者支援法は形しか作られてない。で、数値を誰も決める勇気がなかった。やっぱビビるから。だから数値を言うってことはそれぐらい恐れ多い。おいおい裏切ったのかっていうふうに、どの数値を言ったとしても叩かれる。で、もちろんその子ども被災者支援法に入れ込む要は避難の権利っていうか選択する権利を選べるのは、僕は事故前の基準、それ1ミリっていうのがもう絶対やと思ってる。けどこの1ミリっていうところで戦っていった場合、じゃあどれぐらいの長さ必要なんですかって、1ミリを勝ち取るっていう運動にはしたくないんですよ。一刻も早く数値を決めさせたい。たとえその最初の数値が不本意と思われるかもしれないけども、でもその不本意と思われる数値のところで救える命がある。逆に言うと、その高い数値の人たちを一刻も早く選択できる自由っていうのを与えないことには、1ミリっていうことにこだわったことによって、もちろんここはこだわらなきゃいけない、こだわらなきゃいけないけど、その数値下げていくっていう努力、まず第一段階は数値を決める。もちろん納得いってない。だって事故前の基準なんだから、正解は1ミリを目指さなきゃいけないんだけど、例えば3になったとしたら、その3までの人たちをケアできるわけですね。その3以下の数値の人たちのケアももちろん同時進行でやっていきながら、この3を1に下げる運動、例えばですよ、これ数値言ってるのはね、何の根拠もない。だけどそういう風にしていかないと、何が何でも1ミリなんだっていうような運動的な動きっていうのは、もちろんそれは素晴らしいことだけど、勝ち取りたいことは何なんだよ。もちろん1ミリなんだろうけど、じゃあその1ミリっていうところで譲らなければ、じゃあ被爆を容認するわけですか、それ以上の数値の人たちっていうことになっていくと思う。とにかく一番大事なことは速度が求められる、スピードが求められる、数値をとにかく決めましょうということで、そこから数値を下げさせていくっていう運動に変えていくのが、僕一番現実的なんじゃないかなと思ってあの場で言ったんですよね。そういう説明はあまりうまくできなかった部分と、であと言葉尻っていう部分をピックアップされて、ああいう形になったというところです。ぶっちゃけ離婚のこととかはどうでもよくて、やっぱり被爆対策をしてくれるっていうことで、皆さん期待して票を入れたと思うんで、カメラの前で僕は被爆対策しますっていうことを約束してください。いや、もちろんです。さっき言った通り、原発ゼロっていうのはその政治的な動きから見たら不可能なんです。もう無理なんです。それを変えるのは国民運動なんです。それと同じようにというよりも、その原発ゼロっていうのが政治的に無理なのであれば、僕たちが一番しなきゃいけないことは被爆の対策、この被爆っていうものをとどうやって向き合っていくのか、でどういうふうに責任を取らせていくのかってことだと思うんですね。次の臨時国会の時にはこれを中心とした質問収集書っていうのを多く出せるように今動いてるんで、待っててください。頑張ってください。応援してます。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございます。お疲れ様です。大変ですね。動いてますね。動いてます。いつも神戸から来て。